おはようございます。現在の時刻は6時20分です。あ、ごぜんね。寒い。早速福岡空港行きの列車に乗ります。どうせ白缶の派生やろ。間違えた、空き缶。仕方なく305系に乗って博多まで行きます。さあ、こっからは JR 西日本の領域ですよ。やっぱのぞみは早いねー。必要のない駅バンバン通過。ちなみに車両は日本一つまらない会社 JR 東海。新幹線に乗ったら絶対飲むコーヒー、いや、これがまた美味しいんですよ。そんなこんなで大阪到着。こっから JR 西のチート快速新快速に乗って京都まで行きます。京都到着。こっから外国人が多く非常に乗りづらい京都市バスの京都鉄道博物館直行バスに乗ります。お出迎えしてくれたのは0系新幹線。そして奥の方には奥行きが大好きな逆三系トワイライトエクスプレス、かっこいい。いやー、京都鉄道博物館やりますね。いろいろ見回りましたが、一番気になったのがこれ、221系運転台モックアップです。マスコンを動かすことができますが、一番の見どころは車内アナウンスができるところです。ということでやってみました。ですが、ウプ主の放送を聞くには注意が必要です。この注意文を読んでから見てね。今日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は快速電車の福岡空港行きです。止まります駅は唐津、和田田、東唐津、浜崎、筑前深江、筑前前原の順で、島崎。その後なんやかんやで運転シミュレーターに応募したら見事に当たりました。ということで、ウプ主の下手くそ運転をどうぞ。Thank you.
その後五重塔を見に行ったりしていました。こっからは字幕付きのスライドショーでどうぞ。今回はここまでにしときます。次は京都の旅中編です。次回の動画も見ていってね。じゃあバイバイ。